名後輩ってことでね、やっていきたいと思います。秘密結社の総帥ハッチでございます。こちら、まあ、名古屋のですね、重賞 JPN2 競争ってことでね、まあ、なかなかね、メンバー的には名古屋の中でも、まあ、あくまで SP2 というようなところのような気はしてきますが、まあ、それでもね、重賞なんでね、全部やっていくという方針でやっております。まあ、軸はね、4番のアンタンスルフレ。まあ、全然そう、なんだかんだね、笠松で重賞2着に来てます。まあ、なかなかね、勝ちきれない重賞2着が多いタイプかなという感じではありますがね、ここでは力の差を見せてくれるものだというふうに思っておきたいと思います。まあ、そして1番のリアルグローリー。まあ、JRA 未勝利から転入ですが、その後16戦8勝2着5回、3着2回。まあ、安定感抜群のね、上り馬という形で重賞挑戦まで来たんでね、ここは紐に入れていきたいと思います。まあ、そして2番のクイーン・ザ・ヒーロー、まあ、前走重賞3着、まあ、10歳馬ですけどもね、まあ、時計面でも比較的まだしっかり走れているんで、経験値を買ってですね、入れておこうと思います。まあ、そして3番のブリーザ・フレスカ、まあ、前走ね、名古屋で一応重賞勝ってます。まあ、距離延長にはなりますが、安定感はね、ある馬なんで、これも紐に入れておきましょう。まあ、そして11番のナムラマ方法。ちょっとね、今年は去年と比べて成績落ち始めてるかなという気はしますが、去年はね、結構重賞勝ってるね、トップクラスの馬ではあったんで、まあこれもね、このメンバーならということでの期待はしておいて、今回はまあこういった形でいきたいと思います。そんなわけで、ね、地方重賞ほかこちらではね、またやってきますし、またね、今日明日で少し追いついていければと思います。メインチャンネルの方ではね、まあ、今週もまた重賞予想と上がっていく予定でいますので、合わせてチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ハッチでした。